皆さんこんにちは。2022年宅建士合格の取説解説講義、今回は、はい、権利関係の全体のお話ということで、お話をさせていただきたいと思います。担当はレクセニー講師の友継です。どうぞよろしくお願いいたします。ということで、まあ一応解説講義としては第2回目ということで、まあ前回はね、本書のテキストと問題集の使い方ということで、お話をさせていただきましたが、今回はですね、はい、権利関係の全体のお話ということになっていきます。はい。さあ、この権利関係、まあ民法を中心としたお話ということになるわけなんですけれども、まあ具体的にはですね、こちら載っております目次のところですね。はい、こんな感じのところを学習していきますということで、まあ、大体その民法が中心で、まあ場合によってはね、あの借地借家法とか建物区分所有法とか、あとは不動産登記法とか、そういったね、まあ、民法と、まあ、プラスアルファみたいな感じで、載っております。でこちら権利関係の一番最初のところですね。はい、テキストで言いますと2ページのところです。2ページのところにですね、契約の成立という箇所がございます。さあ、こちらのところをまず見ていただきたいんですけれども、まあ、まずそもそもですね、この権利関係、一番最初の元となるお話は何か、契約についてです。契約って何ですかって言ったらば、一言で言えば約束のことですね。はい、契約というのは一言で言えば約束のことでございます。で、コンビニでジュース買うのも売買契約っていう、まあ、一つの契約になるわけですね。はい、まあ覚えようってところにですね、書いてありますけれども、これ契約ってどういう時に成立するんですかって言ったらば、例えば A がね、土地を売りたいというふうに思いました、そして、B がその土地を買いたいというふうに思いました。その時に A が売りますというふうに、まあその意思を表示しましたね、それは売りますというふうに言いました。で、B が買いますというふうにそれに対して承諾をしました。そう、売ります買います、この、ね、気持ちがあって、その売りたいと思う気持ち意思があって、その意思をちゃんと表に出しましたと、はい、表示しましたね。だからまあ意思表示って言ったりするんですけれどもね、はい、第一コースのタイトル、これ意思表示ってあるじゃないですか。まあ、そういうふうに言ったりするんですけれども、はい、この両者の意思表示が合致した時に成立をします。はい、ですから、売ります買いますというふうに言いました、この時に契約というのは成立しますよということになります。で、売買契約が成立すると、じゃあ所有権が売り主から買い主へと移っていくということになります。で、これ押さえておいてほしいんですけども、契約の成立には原則として書面は必要ありません、別にあの書面でやらなくても契約というものは成立します。だって考えてみてください。先ほど言いましたけれども、コンビニでジュース買うんだって、契約ですよね。コンビニでジュース買うのにいちいち契約書とかが取り交わしてないですよね、なんかコンビニエンスストアに行ってね、ジュースをポンと置いた瞬間にですね、いらっしゃいませ、それではまずは契約書の作成から参りたいと思います、第2ね、一条、ね、この等売買契約はとかってやらないですよね、下手したらレシートすらもらわないでシールだけ貼ってね、それで、お金払ってじゃあって、言ってもこれでもいいわけじゃないですか。そうということになりますので、契約の成立に書面というものは必要ないというふうになります。これを覚えておいてください。はい、じゃあなんで書面をね、わざわざ作るんですかって言ったら、それはあの後で一旦言わないで揉めたら嫌だからです、ね、契約が成立したよっていう証拠として残しておくってだけで、そう、あの契約書があった方がいいよねってのはそりゃそうでしょうね、はい、あった方がいいかもしれないんですけど、別になかったらなかったり問題はないです。それは、そこは、押さえておいてください。はい、そしてですね、こちら3ページのところになります。今度は契約の成立、はい、じゃあ、契約というのは何かというと約束のことですと。で、一回決めた約束、これは守らなきゃダメですよね。そう、約束は守らなければいけません。土地を買うっていうふうに約束をしたんだったら、その代金支払ってください。買うって言ったんですけどね、土地を売るっていうふうに約束したんだったら、その土地をちゃんと渡さなければいけないわけですよね。そう、約束したんですから。はい、じゃあそれを言い方を変えてみます。こうするとどうなりますかって話なんですけども、はい、A と B、これが A が売り主でしたね、 B が買い主でしたね。売りますって言ったね、売りますって言いました、はい、買いますって言いました、はい、ですから A が売り主さんです、
はい、売るっていうふうに言ったんだからちゃんと土地を渡してください、そういう義務がありますよね、やらなきゃいけないですよね、それは。で B も買うっていうふうに言ったんだから代金払ってくださいって話ですよね、お金を払う義務がありますよね。そう、つまり契約が成立すると A も B もね、売買契約が成立すると A も B もやらなければいけないものができました。こういう相手に対して負う義務のことを債務という言い方をします。はい、だから A も B も債務を負ったということになります。はい、でこれちょっと言い方変えますよ。 A は B に土地を渡す義務を負う、つまり A は B に土地を渡さなければいけないということは言い方変えます。 B からすれば A にねえねえ早く土地渡してよっていうふうに、ね、請求する権利がありますよね。逆に B は A に代金を支払う義務があるということは、そう、 B は A にお金払わなきゃいけないということは、逆に言えば A からすれば B に対して、ね、お金払ってよっていうふうに請求する権利がありますよね。はい、ということで相手に対して請求できる権利のことを債権というふうに言います。つまりまあ難しい言い方をするとね、売買契約が成立をしたならば売り主も買い主も債務を負うし債権を持つということになるわけなんですよ。はい、債権も債務もあるよねっていう状況になりました。ここまで大丈夫ですか？はい、まあ普段日常生活をしている、ね、無意識にやっているものをまあちょっと定義をしてみたって感じですよね。はい、まあなんか、ね、なんでこんなわざわざ難しい言い方するんだろうっていうところはあると思いますけども、まあそれはこれからおいおいね、ちょっと、解決していくと思いますので、まあちょっと一応こういう言い方をするんだ、これからね勉強するねこの権利関係というものの世界では、こういうふうに言い方をしていくんだなっていうのはまあちょっと言葉に慣れておいてください。でですね、この権利関係の勉強で一番最初にやっぱりつまずくものって何かって言ったらば言葉の意味なんですね。はい、言葉の意味をしっかり押さえることができれば権利関係の勉強って結構スムーズにいけるんですよ。ですのでまあちょっとね、権利関係の勉強まず最初に言葉の意味、まあ今回もね出ましたよ。はい、債権とか債務とかいう言葉出ました、ね、この言葉がもうこれから先のページでいっぱい出てくるんですよ、ね、ここで債権がとかここで債務がとかって、もう普通に当たり前のように出てくるので、まず最初に言葉に慣れていくっていうのは権利関係の勉強の中ではめちゃくちゃ大事になってきます。はい、さあそしてですね、この契約どんな契約が、ね、あるんでしょうって、今売買契約というものをね、中心に見ていきましたけども、ね、契約ってそういう意味では売買契約だけじゃないです。物を売り買い買う契約、ね、物を売ったり買ったりの契約、売買契約だけではなくて、例えば貸したり借りたりっていうね、賃貸借の契約とかですね、そういったいろんな契約があります。じゃあ、はい、どんな契約が、ね、どんな契約でもいいんですかっていう話なんですけども、いきます。契約はお互いが話し合って決めるものなんで、まあ、お互い納得したら原則としてどんな契約でもいいですということになります。別にどんな契約でも構いませんということになりますね。はい、じゃあちょこっとトレーニングとしてですね、はい、こちらご覧ください。本試験過去問に挑戦ということで、さあ、見てください。売買契約は書面によらなければならない、丸か×かって言ったら、そう、契約に書面は必要はありませんですよね。ですから答えは×です。そう、契約書は別に必要ないんでした。はい、ね、言った言わないで揉めたら嫌だから作っとく方がいいよねと言ってるだけの話で、作らなきゃいけないわけではないということなんですね、ということになります。さあこれでも見てください。これ1981年、ね、問いの9番選択肢の1ということで、これ1981年ですから相当前ですよね。ね、何年前だ、あまり考えない方がいいか、かなり前の問題ですけれども、はい、皆さん聞いたことありますか？宅建試験ね、昔は簡単だったんです。そうなので結構前に受かった人にね、宅建どうなんでって聞くとですね、いや宅建なんか数ヶ月勉強してちょろちょろってやればそれ受かるんじゃないのっていう風にまあ、ね、アドバイスされることもあると思うんですけど、まあこの時代はそうだったんですよね。1981年とかね、この時代はそんなに難しくはなかったんですよ実際。ただもう年を追うごとに難しくなってってね、今はもう本当に結構難しい問題が多いという状況になってます。でしかもその難しい問題ね、まあこんなに簡単ではないですけどもね、でも基本ね、抑えれば受かるっていうそこは変わってないんですけども、まあさすがにここまで簡単ではないかなっていうね、もう一ひねりはあるかなっていうそういう感じなんですけれども、はい、まあ昔はこういうね素直な問題になっていました。でこちらです。はい、攻略メモ、この単元自体はほとんど出題されませんと。
そう、今こうやってねざーっとお話をしていきましたけれども、これが試験に出ることはですねほとんどないです。はい、なので重要度 C です。はい、そんな重要じゃないという形になりますよね。重要度 C です。はい、じゃあこのページ飛ばしていいんじゃないのって思いませんでしたか。重要度は C だしほとんど出ないって書いてあるし、だったら別にこのページなくてもいいんじゃないですかって思いませんか。はい、これなきゃダメなページなんです。なんでですかっていうとこちらです。ここを理解しておかないと後々の勉強に関わってきますって書いてあります。そう、さっきの債権債務という言葉もそうなんですけども、この考え方自体もそうなんですよね。実はこれを理解しておいてくれないとこの先の勉強が進んでいかないんです。はい、ですので、まあ、このテキストね本当にあのいらないものをそぎ落としそぎ落としそぎ落とし、必要最小限のものをですね、テキストに載せております。ですのでまあそういう意味では無駄なページはないんですよ。じゃあなんでわざわざ重要度 C で試験に出ないところを載せてるのかって言ったらば、そう、試験には出ないかもしれないけれども、この考え方を理解しておかないとこの先の勉強進んでいかないんですね。まあ、イメージとしてはじゃあ例えばですね、皆さん、中学受験、ね、中学入試ありましたね、ね、なんか算数の本当に難しい問題とか出ますよね。なんかもう、大人でもちょっとこれは解けないよっていう問題が、ね、次が次へと出てくるじゃないですか、ね、じゃあ聞きますけども、中学入試に掛け算の九九って出ますかね。多分出ないですよね。 2×3 は何ですか、答え6ですなんて出ないですよね。じゃあね、じゃあ中学入試に、掛け算の九九なんか出ない、じゃあね、掛け算の九九なんか出ないから掛け算の九九は勉強しなくていいよって言われたらどう思います。それは違いますよね。なんでですかって言ったら、掛け算の九九は出ないですよ。掛け算の九九は出ないんだけども、その中学入試の問題を解くためには掛け算の九九を知らない人間は絶対解けないようになってるじゃないですか。九九を知ってそれを利用して、問題を解いていこうってことなんで、そう、出ないからやらなくていいってわけじゃないんです。そう、出なくてもそれが勉強するための前提知識になってるんだったら、それはしっかり勉強しておかなきゃいけないってことなんですよね。そう、まさにこの契約の成立ってそういうことなんですよ。はい、ここを理解しておかないとこの先の勉強に影響が出てしまうんです。なんでですかって言いますと、実はこれから勉強するこの、意思表示、権利関係、ごめんなさい、このこれから勉強する権利関係って今のお話の例外的なものが多いんですね。どういうことですかって言ったらば、例えばこれ目次ありますけれども、約束は守らなければならないってさっき書いてありますよね。そう、それって本当ですかっていうところです。はい、約束自体に問題があったらどういうことですか。例えばその約束が誰かに騙された、脅された、それでも守らなきゃダメですか。騙されてね、約束しました、脅されて約束しました、それでも守らなきゃダメですかっていうのが、まあここの意思表示のところになります。そして先ほど言いましたね、どんな契約でも OK ですよっていうふうに言いました。でもそうとも言い切れないですよね。公序良俗に反する契約ね、まあ殺人契約とか愛人契約とかそういったものっていうのはやっぱりね、社会的にね、それはダメじゃないですか、そういう契約を認めるわけにはいかないですよねっていうね、そういうお話。はい、じゃあ、ね、約束は守らなければいけないね、さっきは約束の内容に問題がある場合っていうね、約束そのもの自体に問題がある、でも約束した人に問題があると、ね、例えば、ね、まだ、ね、判断力も十分じゃない、ね、子供が、ね、うんって言いましたと、ね、それまで、うんって言ったんだから約束守れっていうのはそれはちょっとかわいそうなんじゃないんですかっていうのが、まあ、ここの制限行為能力者のお話ですし、先ほど言いましたけども約束は守らなければいけない、ね、じゃあその約束を破ったらどうなるんですかっていうのが、まあ、ここの債務不履行の問題ということになりますし、はい、約束を守らなければいけないけれども、ね、例えば、ね、ちゃんとしたものを渡さないで、これで約束守ったよってわけにもいかんでしょうと、ちゃんとしたものを渡してないのに約束果たしたって言っちゃダメでしょうとかですね。はい、あとは例えばですね、先ほど言いました通り契約は書面でやらなければいけないわけではないですと、ね、別に口頭でもいいですっていうふうに言いました。でもやっぱり保証みたいな、まあ、そういうちょっと重要なものはやっぱり書面でやるべきだよねとかですね。そう、実はこれから勉強するこの権利関係って今の話の例外的なものが多いんですね。ということはやっぱり、ね、原則を押さえて例外じゃないですか。なのでその原則がここ、ね、契約の成立のページに載ってるわけです。
だからここはめちゃくちゃ大事なんだって、そういうことです。ここが試験に出るってことはそれはあんまりないです、あまりないんですけれども、ここのページを理解しておかないとこの先ね、じゃあこれ例外だよねって言われても、それはピンとこなくなっちゃいますから、そこをしっかりと見極めておきましょうっていうのが、まあ今回ね、ここのお話だから、この契約の成立って大事なのでしっかり勉強していかなければいけないということになります。はい、ですのでまずここをしっかり学習してから、その先への勉強へと進んでいただければ、まあ、権利関係いい感じでね、勉強進んでいくんじゃないのかなというふうに思います。はい、さあ、まあ、こんな感じでね、少しずつ、まあ、特に権利関係ってさっきも言った通り言葉が難しいですね。言葉出てきた時にその言葉もうね、出てきた次のページでは知ってることを前提で出てきますので、最初のうちは本当にゆっくりでいいですから、一つ一つの言葉をちゃんと理解しながら、学習できるようにしておいてください。はい、で結構ねその言葉のところを曖昧にしてとにかく先へ先へっていう風に勉強を進めると、本当にしばらくすると、ね、あれなんだろうこの意味わかんないぞっていうことのオンパレードになっちゃいます。なので本当に最初のうちはゆっくりと丁寧に、学習していくのが権利関係の勉強のポイントだと思います。はい、それではですね、今回はこの辺で終了したいと思います。また次回の動画でお会いしたいと思います。それでは皆さんお疲れ様でした。